いいね。なんもねえな。なんもねえな。はい、どうも、ティアと申します。いや、この広い画面に、イブ一匹。ポケモンホームが解禁されて、とりあえずピカブイのポケモンを送るだけ送っちゃったんですよ。結果、誰も、そして誰もいなくなりました。おい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 と。で、EV は送れないんですよ、この相棒 EV はね。どうあがいても送ることはできないんで、まあそれを差し引いて EV が残ったって感じですね。いやー、お前だけ残ったのか。とても不思議な力で関東地方にやってきた。ね。で、特殊な EV で、これ、普通の EV より取得値が高いんで、最後まで使っていけるという戦力でした。しかしですね、EV だけ残っちゃいましたね。で、まだやってないことがあるんですよ。実はまだ。やれてないことが多くて、例えば今いるゴーパーク。こちらにはね、まだ未捕獲のポケモンがちょこちょこ紛れてたりもしますし、そういう意味ではまだやり残してるって言えるし、実は伝説の山頂なんですけど、伝説の山頂をまだ僕捕まえてないんですよ、実は。サンダー、ファイヤー、フリーザー、そしてミュウツーも捕まえてないんですよ。捕まえに行きたいわけですよ。まあ、要は。まだね、やり残したことあるんじゃないですかということで。はい。なんで、今から全てを失ったこの世界にね、残された一匹と共に、冒険したいと思います。花田の洞窟か。そう、ここもクリア後に行けるっていうダンジョンですね。まあ、かなり強いポケモンがいるんですけど、まあ、野生ポケモンとは基本的にこのゲームって、もうポケモンは戦わないんですよ。トレーナーとしか戦わないんで、野生ポケモンから簡単に逃げれるっていうシステムですね。いや、花田のことも強いポケモン多いからな。この辺りちょっと戦力補強してもいいかもしんない。さすがに EV 一匹でさ、なんかいろいろすんのは無理があるんじゃないかな。あ、なんやなんや。ニョロモ。あー、レベル56のニョロモか。行くぜ。うわー下手くそだ。あー、もうジョイコンが思った以上反応しねえ。こうだ。そう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 。やべ、久しぶりに投げてみたら全然だな、ジョイコン。ジョイコンを画面に振ってやるタイプだからね。お前すぐ出たな。なにお前。ほら。なんで俺ニョロモ捕まえたしてんだ。ニョロモ、カモン、うちにおいで。よし、これでイーブイは一人じゃない。よっしゃ、イーブイは一人じゃないぞ、これで。わ、いるいるなー、放置してたかもねー。よっしゃー。やー、待たせたな。向かいが遅れた。おー、フルムービー、見て見て、かっこいい。行くぞ、EV。すべてを失った世界で。伝説と、これバトルです。これバトルなはず。ミュウツーはまずバトルしてから、ミュウツーの能力上がった。なになに？行け！さっき捕まえたニョロモで勝負や！よし、行け。まずお前が。トータルタイム、あ、時間制限あんのこれ。行け行け行け。なんかニョロモ頑張れ。ミュウツーの最高キネシス。お、ニョロモ、ニョロモニョロモ、シーア、お前しかいないんだ。シーア、お前しかいねえな。行くしかねえぞ、お前。シーア、行くぞ。レベル100。向こうの能力は分かんねえからな。ただどうだろう、ステミタックル。あ、こっちの方が早いね。でもステミタックルで、ほら、まず倒していいはず。向こうをまず倒してから捕獲に入るから、普通に倒していいはずだよ、これは。オッケーオッケー、普通に倒しちゃおうか。ここはまず、ステミタックル、普通に終わるよ。シーア頑張ってる、さすがだぜ、お前。それでこそ相棒。オッケー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 。で、ここからね、捕まえるチャンスで、これはもう、あれ行く、これがあるじゃん。よっしゃ、まず7の実投げて、落ち着かせて、当てなあかんの？これ振れば絶対いけんの。え、お、やった、すげえ、かっこいい。威嚇して反射されてもさらに行くんだ。
いやー、マスターボード、ね、ちょっと初めて見た。これは胸熱だぞ、これな。イエーイ。ミュウツーを捕まえた。やった。ミュウツーが手持ちに入った。もう何？あ、久しぶりライバルじゃん、トウカさん。あ、もしかして、例のポケモンもう捕まえちゃった？ミュウツーっていうのか。そうそう。俺もあのお姉さんも先越されちゃったな。ん？まだ話来てないよね。強いポケモン探してるワイルドなお姉さんがいた。誰それ？ワイルドなお姉さん？へぇー、ワイルドなお姉さん。いや、いらない、いらない。さっき使ったけど、確かに。あ、お姉さんも、へぇ、よかったら見せて、自慢しに行くの？ちょっと、どうすか？俺、ミュウツー捕まえたんですけど、どうすかって見せに行くの？オッケーオッケーオッケー。お！いる！さっきまでミュウツーいたところに。誰？いて！モンスターボールが飛んできた。あ、あれ？ポケモンじゃなくて人だ！あ、かわいい！かわいい！誰君？リーフグリーンの主人公みたいだよね、こうしてみるとね。ごめん、暗くてポケモンの、いきなりモンスターボール投げるやつがあるか、人に。漫画であったな、そんなの。へぇ。あ、ブルーか、漫画にあったよね。漫画のキャラじゃん。へぇ、レッド、グリーン、ブルー。あれ探しに来たの？いや、もう持ってんだよな。チェ、知ってるんだ。捕まえちゃったー！悔しい。私が捕まえるはずだったのに。そう来るか、久しぶりトレーナーバトル来たな。そういう感じ。ポケモントレーナーのブルー。これ、めっちゃ強いんじゃない？大丈夫？UFO 一匹だぞ、ほとんど。ピクシー。いや、待って、レベルがわかんない。行くぞ、シーヤ。わかんねえ強さ。66か。まずはシーヤ。行くか。シーヤの必殺技頼むぜ。まずは振って、ブイブーブライク。いけ！ピクシー一発だ！オッケー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 、ピクシー一発。オッケーオッケーオッケー。ロッタいんのか、てか。向こうロッタいんのか。ガルーラ。いや、ちゃん、待って、なんか、ここはミュウツー。お前の力を見せる時だ。さっきね、お前が欲しいって言ってた、ミュウツーを見せてやるよ。行くぜ！おう！震えろよ！いや、ガールーラも強いんだよ、初代だったら。めっちゃ強かったぞ、お前もな、初代では。そこのサイコキネスの破壊力。不意打ち！なん、ガチ型やねんな。なんで稀にいるガチ型なんだよ、お前。サイキネだ。いけ！もう一発にね、軽く、一発にはできないのか。不意打ち、打ってくんね。ガチ型だね、そのガルーラ。サイコキネシス。初代ではもうミュウツー超強かったからな、ド忘れするだけで。初代のミュウツード忘れするだけでもう無双だったからね。キューコン。あ、キューコンはね、シーヤがね、この作品では水技を使えるんで、弱点取れますね。オッケー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 。よし、シーヤ。生き生きバブルをお前を見せようぜ。生き生きバブルっていうね、水技があるんだよ、こっちには。行くぜ。いっぱい。オッケー、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 いいよ。完璧、完璧。シーアレベル100だからね、こっちは。レベルの暴力。レベル上げて物理殴るんですよ、結局このゲームはね。ピカブヤマジでね、本当にもうレベル上げて物理殴ればいいからね。いつもと余裕。いつもと余裕っすよ。エスパー技あるんで、この作品の EV ってエスパー技があるんですよ。ドバドバオーラっていう、これエスパー技なんですけど。そうそう、これドバドバオーラっていうね、エスパー技あるんですよ。そう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 、EV 何でも使えるんで、EV 何でもできるんで。いや、強い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 。もう弱点ついて戦っていくユニットよ。OKOK。ゲンガー、エスパー技あるんですよ。自分エスパー技あるんですよ。なるほどね、ゲンガーっすか。エスパーザーなんですよ、イブイって。イブイ、エスパーザーなんですよ。はいはいはい。ちょっと待って、もうイブイ強すぎだろ、この一匹強すぎだろうが。イブイが強すぎるって、そもそもイブイが強すぎる説。お、カメックスやっぱ持ってんの、ちゃんと。ブルーだから持ってたか。そうだよな。お前メガ進化とかすんじゃねえのか、まさか。こっちはステミタックル潰しにかかる。
あ、持ってやがる。メガカメックス来たかー。うわー来たなー。猫の足、ちょっと待って。ガチ型やめろやー。ガチ型やめろって。なんでガチ型くんのよ。もう潰しにかかってる。いけ、潰せ。おお。すえー、EV 強かったなー。EV 強えなー。もうなんなの。かわいいなこの子。こうしてみると強い。仕方ないよ、これ使っていいよ。あ、やった、メガストーン。これもらえんだ。そうだ、君ミュウツーごと私のポケモンになってくんない。ちょ待てや、無理、モンスターボールが飛んできた。ダメだってお前、もう漫画ネタやめろや。漫画ネタはやめろって。人は捕まらないんだよ基本的には。漫画なら確かにそうだけど。いつまで投げんだ、もういつまで投げんだ。いつまで考えておいて。いや考えてもモンスターボールそんなに投げるもんじゃねえよお前。なんだよこれ、本当にモンスターボールじゃねえか。いらねえ。